え皆さん、こんにちは。葵大地です。えー、お元気でしょうか、えー、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。えー、この度ですね、葵大地の YouTube チャンネルが登録者1000人を迎えたということで、えー、誠にありがとうございます。今まで応援してくださった皆様、そして最近この動画を知ってくださった皆様も、えー、ぜひ、あのー、まあ、いろんな動画がありますので、えー、ご覧になっていただければと思います。 そうですね。あの、1000人になったということで、一つ記念で動画を撮らせていただきました。えー、それがですね、えっ、ー、と、隣のトトロの、えー、弦楽四十層、まあチェロ四十層バージョンでですね、えっ、ー、と、まあアレンジをして、えー、撮ってみました。僕がチェロを始めたきっかけは、ベルリンフィルハーモニーのチェロアンサンブルをサントリーホールで聴いたとき、衝撃に打たれてですね、 あのもう、チェロをぜひやってみようと。で、僕のすごく理想としている形、まあ一つの理想として、やっぱりチェロアンサンブルが最も、チェロが魅力的に響く形態だなと思って、今まで活動してまいりましたので、今回は、まあ自分の原点に戻るという意味で、チェロアンサンブル、 え、楽譜としては40層なんですけど、各パートをダブリングさせて、まあ8本で演奏してみた動画をえ今回記念に上げさせていただきますので、チェロファンの方、そしてジブリファンの方はぜひですね、楽しんでいただければなと思います。えっ、ー、と、まあそもそもちょっとその、今、 ヒーリングイマジネーションっていう自分のオリジナル曲の、まあ、あの、ロケが終わって、それを編集している最中に、なんでチェロの動画が上がるのっていう、あの、チェロアンサンブルの動画が上がるのっていうのもあるんですけども、実はですね、ちょうどこの9月のタイミングで、えっ、ー、と、チェロアンサンブルの企画をしていまして、まあ、僕の運営する音楽教室、青井大地音楽教室の、えー、チェロ部門のね、えー、皆さんを集めてですね、 10月にちょうどチェロアンサンブル会を、えー、と企画しておりまして、えー、ちょうど録音なんかもしてたのでまあこれをちょうどいいタイミングなのでみんなにも、えー、見ていただこうということでアップロードさせていただきました、えー、ヒーリング・イマジネーションという配信限定シングルも今、えー、と光とつながる朝っていう1曲目の pv をでですすね上げたばっかりなんですけどもあと2曲探検隊という曲とイマジネーションという曲がまだもうロケが終わって編集中でまだアップロードされていませんのでそちらも楽しみに待っていていただければと思いますえっ、ー、と1000人を迎えたということでちょっと今後の YouTube のチャンネルについて思うことを、えー、企画ですけどね発表したいと思いますえっ、ー、とすごくコメントをいただく 中でで番多いのがですね、あのー、楽譜同じようなのを弾いてみたいんですけどないですかっていうようなコメントをすごくいただくんですけどもまあ実はちょっとそのコンテンツ楽譜というコンテンツであの皆さんにあのどうぞっていう風な感じでその公開はしていないのでえっ、ー、とまあ諸事情であのまあ著作権の問題とか、まあ、いろんな手続きの問題で僕がですねあの他の活動にちょっと気を取られてるのもすごく多いので えっと、まあ、どうしても楽譜を、えっ、ー、と、見ながらやりたいという方はですね、僕の、えっ、ー、と、音楽教室の、まあ、レッスンを、まあ、受けていただいて、それはオンラインでもリアルでもどちらでもいいんですけども、まあ、その、えっ、ー、と、レッスンの中で、えー、スケッチ以上、ちゃんと、あの、読めるような状態で僕が提供するっていう形で、楽譜をお渡ししたいと思いますので、あの、もし、あの、 どうしてもこの、まあ、僕の動画で本当申し訳ないんですけど僕の動画のこの、えー、と楽譜が欲しいよという方はですねあの概要欄に貼ってあるあ、えー、DM ですね僕の SNS の DM でもいいですし、まあ、メールアドレスに直接でも構いませんのでお申し込みをいただければと思いますはいそしてもう一つあのコメントとしてすごく ありががたたくいただいだているのが、まあ、本当僕ごときの演奏なんですけども、えー、とすごくチェロの音色がいいですねということでどんな風に録音したりしてるんですかっていうようなかどんな弦を使っているんですかというあの声がすごくありがたいことにいただいておりますので、まあ、そういうその録音の取りし仕方とか、まあ、取った音をさらにどういうふうにこうマスタリングでミックスしているのかっていうのも、まあ、そのうち公開できればいいかなと思っております。 え、引き続きですね、あの、今までやってきたように、自分の好きな曲とか、リスペクトしているアーティストの曲を、まあ、こんな感じで弾いてみたっていう動画もあげたいんですけども、まあ、1000人、あの、迎えたということで、あのー、要望も多い中で、青井大地音楽教室の、まあ、レッスン動画ですね。レッスン、それからレクチャー動画というのも、今後ちょっと多めに撮ってみたいなと思っております。まあ、今までも、ウェルナーっていうチェロの、えっ、ー、と、 チェロ演奏者向けの教本の、まあ、ちょっと、えー、演奏も載せていたんですけども、まあ、もうちょっと具体的にファーストポジションがこんな感じとか、セカンドポジションがこんな感じっていうのは、ちゃんと解説付きで演奏を、えー、上げてみたいなと思っております。 えっと、それからですね、まあ、チャレンジしたいことたくさんあ、あるので、まあ、とりあえず、ちょっとね、えー、げておくと、まあ、僕は、あの、チェロ以外にも、あの、実はチェロ歴以上に長いギター歴とかもありますので、えっ、ー、と、チェロ、ギター、ピアノ、それから、それらをまとめている DTM の知識とかも、そのレッスン動画と、まあ、合わせてですね、なんかご提供できたらいいかな、なんて思っております。 本当に僕のそれぞれの単体の楽器の演奏能力って本当全然大したことなくて、えー、とギターもピアノも基本コードしか弾いてないしチェロも簡単な旋律しか基本弾いてないんですけど、まあ、重ね取りだとか自分の能力限界のギリギリのところのアレンジっていうのにチャレンジしていつもあのアップロードさせてもらっているので、まあ、どんな風にそのアレンジをやるとか取、えー、ったやつをどんな風にまとめて 動画として配信しているのかっていうのも、なんかメイキングみたいな形でお伝えすることによって、なんか興味持っていただいたりとか、あの、自分に合ったその SNS の発信の仕方みたいなのを、まあ、あの、一緒にね、ご提供、考えたりご提供できたらいいかななんて思っております。えー、っと、もしかしたら、 なんか突然、青い大地が、あの、ちょっとしたキャラに変装してですね、一、えー、人二役みたいな感じの動画もやってみたいなと思っているので、えー、そんなのも飛び出すかもしれませんので、えー、お楽しみにしていただけたらと思います。そしてですね、えっと、さらにチャレンジしてみたいなと思っていることが、えー、っと、チェロ自体のクオリティを上げるというか、あの、演奏はもちろんのことなんですけども、あの、より なんか柔らかい音色が出る楽器をまあ持ちたいなという思いも実はあったりそれからあのよりですね音楽活動に集中する時間を作りたいなという思いも込めていてこもっていて え何かしらの形で何らかしらの形で皆様にあの応援をお願いする場面が出てくるかもしれません。あの、なんかこうパトロンサイトとかアーティスト支援サイトみたいなファンディング的なところをですね、あの、ま、こういう目的でやりますっていうのをしっかり明確に打ち出して皆さんにお話をするかもしれませんので、なんかその折にはえぜひあの、よろしくお世話になりますがよろしくお願いします。ということだけちょっとね、あの、お伝えできればなと思っております。 はい、えーまあ、そんなところでですね、まとまりませんが、えー、今後もこの葵大地の YouTube チャンネルよろしくお願いしますということと、えー、千人記念の、えー、隣のトトロの四重奏カルテットバージョンの動画を撮りましたので、ぜひ見てみてください、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。